すべすべチャンネル。はい、ということですね、フランス大会が、終わりました。でこの大会は、樋口さん、女子は豊子井さんと、あとは男子は、鍵山優真くん、佐藤俊くんが出てた大会で、見事鍵山くん優勝、そして佐藤くんも銀メダル、女子は我がばちゃんが3位ということで、みんなおめでとうございます。いや素晴らしい、ね、やっぱりこう日本の選手が海外でね、日本でも嬉しいんだけど、海外で表彰台に立ってるっていうのはいつ見てもやっぱり日の丸はねいいですよね。まず男子のね優勝した鍵山くんなんですけど、今回その見てて思ったのが、まあイタリア大会の時よりも伸び伸びこう滑ってたなっていう印象があって、フリーはアクセルちょっと抜けちゃったりとか、まあ、ミスはあったかもしれないんだけど、スピード感っていうのがすごく印象的だったなと思ってて、曲をこう演じるっていうところまでこう意識ができてたかなっていう、まあやっぱりその、ね、4回転ループ彼も飛べますけど、今回はまあやらなかったっていうことで、少しそういった余裕も、気持ち的な余裕っていうところがあったのかなという感じがして、演技構成点もフリーでは90点近い点数で取って、まあ、ショートでも、ね、演技構成点すごい高い評価だったので、なんで彼のその演技構成点がこう高いかっていうと、根本的なそのスケート技術の高さ、それプラスやっぱそこからジャンプが飛べる、そのスピードをこう保ちつつ素晴らしいスケーティングの中でこうパンってジャンプが飛ぶことができるので、無駄がないし高さも距離もあるし、もう全体通してもすごく姿勢のいい綺麗なジャンプ、彼の4回転ジャンプはやっぱりそのジャンプの評価がやっぱり高い、まあ、特にその出来栄え点の方でそこの評価がやっぱり高いのかな。もちろんあのステップも上手です、全部あの上手なんですけど、全体見てるとやっぱりあれだけのスケーティングでジャンプを飛んでる子って他にやっぱりいな、見たことないというか、今こう新しく、ね、上がってきた世代ではあまりいないので、そういったところの評価は高いのかなっていう感じがしますね。で佐藤くんはあの4回転ルッツとか4回転フリップも4回転ループも多分飛べてて、その4回転ジャンプがもうとにかく上手くて、特に今シーズンはジャンプを飛び上がってからのこの軸のまとまりみたいなのがすごく綺麗になったなって、前は少し若干こう後ろに流れ気味だったりだとかあったんですけど、この体の起き上がりだったりとか、この飛ぶ前のこの姿勢とかっていうところがこうしっかり修正されて、かつその試合でもこう安定してこう飛べるようになったっていうところは大きいのかなと思いますね。ジャンプって僕たちも練習するときに、まあ、綺麗に飛ぼうと思って意識するんですよ。綺麗に安定感のあるジャンプで練習ではできるんですよ、まあ、練習でもやっぱ本番になると、その本番緊張感でその時のやっぱ自分の癖みたいなのが出てくるんで、わーってなっちゃうんですよね。だからそこがやっぱりその本番でやる難しさというか、緊張感の中でやっぱいかに今まで練習してきたことをしっかり出すかっていうのは本当に難しくて、気が緩んだり意識が緩むとやっぱこの自分の悪い癖というか、僕の場合はどうしてもこう疲れてくるとこう頭が出てこう猫背みたいなこうスケーティングになってしまうので、やっぱそういう意識がねやっぱ難しいなって、だからそれが自然にできるようになるまで練習するっていうところがやっぱすごく大事だし、まあ、選手としては一番辛いところですよね。大変なところだと思います。で、あの女子の若葉ちゃん、ね、あのロシアの選手がシェルバコワ、イタリア大会優勝してて、コストルナヤも、カナダ大会3位に入ってて、やっぱ、まあ、表彰台に立てるっていうところで、ショートプログラムは少しそのアクセルの方でミスがあって、若葉ちゃん自身もインタビューで言ってたけど、左の足踏み切った時にこう中に入りすぎたって言ってて、で回ろうとすると絶対にこう右腕をやっぱ前に持ってくるんですよ。でやっぱ体全体的にこう回転をかける動作に入ってしまうので、エッジを深く乗りすぎてしまうと、ここから見た時にその左方向にジャンプが行ってしまうっていうのがあって、で僕も結構それで悩んでて、試合になるともう思いっきり左に入っちゃうんですよ。で忘れもしない2006年の4大陸選手権 のコロラドスプリングスにねあった冒頭のアクセルで、思いっきりそれやっちゃって、僕もう緊張して力入りすぎて左方向にエッジ持っていかれて、でもそのままもう一回転もせずこけたんかな、で壁に激突して、でもタタタタみたいな感じで
演技が始まったことがあってっていうぐらい、結構アクセル苦手な子とかは結構よくあることだと思うんですけど、ちょっとこれ僕アクセル、苦手意識もあって、でもやっぱアイスショーでも飛びたいし、やっぱトリプルアクセルって4回転に比べて確実に飛びやすいジャンプでもあるから、やっぱアクセルを確実に飛ぼうと思って、やっぱアクセルといえばもう羽生くんやから、羽生くんのアクセルすっごい研究してたんですよ。どうやったらあんな綺麗なアクセル飛べるんやろうと思って、なんか自分なりに見た時に、左足をこの置いた時にやっぱすごい前にグッて滑る。普通やっぱそのジャンプって後ろ向きにほとんどの5種類のジャンプは飛ぶんですよ。だからこう滑ってて前にある物体がこう自分から遠ざかっていく意識というか、まあそうなので、目線としてそんな恐怖感っていうのがないんですね。アクセルの場合は前に行く、だから壁、その物体が近づいていくっていう感じがあるから、やっぱどっかちょっとその怖さみたいなとこがあるんですね。やっぱそれにまあ慣れるっていうところなんですけど、だから左足をあんなにグッて踏み込めない、普通は怖くて。羽生くんはやっぱそこまずすごいなっていうところと、あとね、羽生くんのアクセルはもう右足の振りが本当にすごくて、もうめっちゃ綺麗に、なんていうの、その高さと幅を出せる右足の振りというか、僕のなんか見る感じだと、もう右足でこうだけで飛んでるなっていう感じが、このポンだけでもうアクセル飛べちゃいますみたいな感じが、これがやっぱり羽生くんのあれだけ綺麗に飛べるコツなんじゃないかと思って、それをこう意識して練習したんですね。なるべく左足で飛ぶよりもこの右足の振りを大事に、飛ぶっていうのをこう練習してして、だから若葉ちゃんもどっちかっていうと、やっぱりその右足のしっかりこう回転する前にしっかりこう右足を前に出してあげるっていう、右足前に出すって簡単に言うんですよ、ね、めっちゃ難しいんですよ、これが。もう本当に出して回転するっていうのが本当にすごくこうテクニックのいることやし、体の使い方の部分ですごく難しい部分があって、しっかりその右足の振りっていうところをもっと意識してあげると、より飛びやすいし、よりクリーンになる。今回はちょっとそのフリーで降りたんだけど、キューマークがついちゃって、右足の振りっていうところが一個ちょっとポイントかなっていうのは思ってました。まあ、セカンド等もそうなんですけどね、左足の等で飛んでるというか、右足のこの滑り出す、この後ろの送り出しみたいな、後ろにこう滑らすので、トーループも飛ばないといけないので、なんかそこら辺のまあテクニック的な部分も、まあ、だから鍵山くんすっごい上手なんですよ。だから4回転トーループすんごいスワッて後ろに右足をこう滑らして上手に飛ぶので、トゥルソワとかも、ね、すごい綺麗な4回転やなと思いながら見てました。ちょっと話が逸れてしまったんだけど、若葉ちゃんのやっぱその特にフリーのこのライオンキングっていうのは、彼女のベストプログラムだと僕は思ってた007、ちょうどそれ4年前ピョンチャンを目指す時のプログラムを超えるようなプログラムになってると思うんですよ。僕の中ではもう超えてんじゃないかなっていうぐらいにすごくライオンキング好きなんですけど、なんていうんだろう、この最後のそのステップのところをすごい今回いい笑顔で滑ってて、フィギュアスケートを通じてこう何かをこう伝える、やっぱりこの見てる人がこう引きつけられる感じとかって絶対会場の中で生まれると思うんですね。うわすごい、でやっぱ それがやっぱりあのステップだったと思うし、ステップ自体はすごくいい点数がついてたので、今回も本当素晴らしかったと思うんだけど、まだまだ点数的には僕は伸びしろがあるし、もっと出ても良かったんじゃないかなって思うぐらい、彼女のそのなんか伝えたいこと、やっぱり、まあ、ライオンキングもね、こういろんなこの苦しみとかがあった中で最後こう何かを掴んでいくっていうお話だと思うので、なんかそういう風にこう人生をこう重ねながら演じてたら、やっぱりこういう選手ってなかなかいないよねって思ってもらえるような選手としても確立されていくんじゃないかなっていうふうに、はい、思ってます。あと横井さんですね。横井さん今回はねちょっとショートで失敗はあったんだけど、すっごい彼女のスケーティング大好きで、特にフリーの、なんていうの、そのボヘミアンラプソディーつなぐメドレーというか、やっぱあの力強さ出せる女子って、若葉ちゃんもそうなんだけど、力強い女子僕すごい好きなので、オズモンドとかね、こうパワー系スケートすっごく好きなので、すごく応援してるし、フリーはねあのうまくまとめて彼女のいい部分っていうのが出てたと思うし、点数としても、まあ、もちろんまだまだ伸ばせる実力あると思うので、全部見に行って頑張ってほしいなと思います。で、あの影山くんはね、あの見事ファイナルも
決まりましたので、それに向けて大阪でね、地元なんでめっちゃ緊張なんですけど、僕も現地に行って見ますので、ファイナルの方も詳しく伝えていけたらいいなと思います。その前にね、あのロシアカップもありますんで、またその時に皆さんにも会えたらいいかなと思います。はい、ということで次回はだからまたロシアで皆さんお会いしましょう。バイバイ。